多分ね、ホワイトアウトちょいっと入れてあげれば、もうすぐにパンダチーム瓦解しますわ。パンダ急増チーム。私もリスパラですわ。なそうです。そんなに増えすぎじゃないリスパラ。うわ、あ、そうだ。9時から9時まで。強。緊張の時間。うわ、来る。出た出た出た。C ですわ。夏目先生の枠は赤いんだった。タピオカキや。あ、タピオカキです。石炭捨てます。シャッシャッ。遅延しよう。最初カキさん遅延して。よし、じゃあみんな僕に石炭預けてください。僕1階から1階でエンジンつけるまで画面開きっぱなしするから入れたい人2階から入れて。はい。じゃあ2階から入れます。1つ入った、1つ入った。え、2階から入れられるんですか？入った、入った、入れれるよ。あ、キャビネット。入った、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 3つ入った、3つ入った、4つ入った。今4つ、4つ、今4つ。ごめん、船長先に、あ、キャビネットに入れちゃった、やべ。船長先に入れさせてください。ちょっと僕が操作、あ、僕が操作できなくなっちゃうから、船長先に入れさせてください。あ、オッケー。いいよ。あら、ここ、あ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 、さあ速度チェック。速度チェック。よし。ミロちゃんさん怪しいな。お、お、お。まあでも、うわ。ね、別にネロちゃん傀儡引いてみたいと思うし、全然引いたことを否定すんなよ。はい。あ、メイ様より先に骨当たらんと。聞いてくれてありがとうって言え、ネロちゃん。違う、骨当たってきます。ありがとう。ごめんなさい。ライン引いてくれて、ありがとう。お、メイ様がちゃんと骨してるかチェックするね。今日も俺もイケメンスナイパーの名に恥じない。ブスブス。黙れ。気にしない。もう弓矢やめようかな、やめようかな、これ。みんなちゃんと夜には帰ってきてよ。もう見えね。さよならです。なんですわ。みんなさよならですわ。はい、ということで、所定離脱と。ふふ。奴らと会うこともねえだろうな。最初のね、トーテムは、早ければ早い方がいいんで、ここら辺に作って。作っときますか。こうするとチャージがめっちゃ早く溜まるので。と。一旦だけ取ってきますか。じゃあもういいかな。ここで骨を調達します。あー、骨出ねえか、きついな。
船まで行きますか。海鮮まで行きます。海鮮まで行くと、4つ骨を獲得できる可能性があるので、海鮮はね、船の前に骸骨が2つ、中に肉が取れる死体が2つありますので、骨の調達にはすごい2個目は早めに建てました。多分破壊されますけど、早く建てることが大事だと思う。火薬にしときましょう。このゲームね、このオーテムでそのチャージできる量が急激に上がるのが4つぐらいまでなんですよね。なんでまあ4つは立てておきたい。はい、ここ壊されたね。まあでもこれぐらいはね、今予測済みなんで。あ、これで、いっちゃん奥まで行きます。肉を食いながら。いっちゃん奥まで行って、大手も3つ立てて、でそこから動きを考えていきます。相方はメインお嬢様です。全然見えねえな。あ、やっべ、揺れ歩き使っちゃった。ハゲ入りそうだな、ここら辺。ここら辺でしょ。ここは相当後ろの方なので、ほぼ破壊されることがないと思う。できますね。ほぼ破壊されません。オートマに置いちゃうか。オッケー、船壊れた。これで一応足止めできますね。
難しそうだな。毒を仕込むのは多分難しい。まだ遠そうだね。トーテム立てるか。7個立てちゃったかな。あ、いいね。いいホワイトアウト。これ僕貯めて2で撃つわ。2で撃ちます。2の方が6体現れて効果高いんで。ほら、これ船だよな多分。だからあ、いいんじゃない。ちょっとね、まだね、傀儡召喚が110めっちゃかかるな。どうしよっかな。レベル3まで貯めるか。学校とかにこれ見よがしに置いとくか。お嬢様が結構暴れてますね。これ見よがしに立てとくわ。まあ、レベル3ホワイトアウト打った方が良さそうだな。船壊れてるし、多分探索してるんだと思うんだな。探索してないわ。船なんかいるわ。何やってんだろう。出しに行ってもいいな。みんな船いるじゃん。いや、洞窟行くか。なんかね、多分進行が遅そうなので一度なんか様子見てもいいかもしれないです。銃作れることがないんでこっちに置いとくか。あの一人、あの一人ちょっと狙えそうだな。あの一人はね、多分使命感の強いやつだな。使命感の強いやつが多分今船を直そうとなんか探索に行ってるんじゃない。レベル2溜まったらゾンビ撃ちます。かなり効くはず。どこだ、無理なやつこいつ。
あ、そういえば肉食うの忘れたわ。釘を作って、これね、樽作れそうなんだよな。はい、船直ったところだし進めたいよな。火薬が足りん。石炭ダルどっかにあったんじゃなかったっけ。確か石炭ダルじゃないですよ。あった、石炭ゾリ。またぶつけてる。え、船長もしかして味方あったりとかします、もしかして。船長僕だよ。それよく考えたら。これでバーベルの耐久も回復しておくと。ホラバサミ追加。真ん中より進んだな。でもだいぶ余裕があります。アギーいらんか。どうしようかな。あれ多分ね、漁師誰だ、ゼルクさんか。ゼルクさん多分枯れるぞ。結構孤立してる。7、まあ、3人だな。カバー入ったか。さすがに。早くと欲しいですね。今どうなってんだろう。いけるいけるいける。さあ、これを一回こうやってインベントリーこっちに持っていって、こうやることによってできると。
やるじゃん、やるじゃん。あ、ありがとうございます。トラップ仕掛けられてるよ。船にいる。竹雄さんいる、竹雄さんいる、竹雄さんいるよ。竹雄さん、ジェルク、スナイパーの役出番だよ。待って、オッケー、今の了解。船に竹雄さんいます。取れないかな、みんな鍵閉められてるわ。くそー、もう鍵閉められてる。投げたら勝てる。おお、ここで。これ釘3つあるよ。あの竹尾さん船の中にいます。鍵かけられて今開けて観察。オッケー。やばい。あ、でもホワイト揺られきで逃げると思うから。もう逃げてると思う、ダメ。どうしようかな。何を？板は4個ある。板は4個ある。あ、僕釘5、板10あるから大丈夫。直せる。大丈夫大丈夫。ゼルク、僕の周り見てて、俺直してるから。あ、いや、オッケー、直してるの分かってる。とりあえず石炭入れとくね、中に。どっちの方穴開いてる？後ろの方？ボイラーの方？後ろ、ボイラー側ですね。オッケー、大丈夫、大丈夫。僕、5箇所直してるんで。食料欲しい。僕も直してる、今。ねえ、トラバサミある、ここ。あ、そうなんですよ、竹尾さん船の中にいたんで、トラバサミある。あいつ死んだな。めっちゃ死んでるじゃん。どうした？よしよし、まあちょっと待ちでいいでしょう。寒さがやばいんで、ゾンビ、ん？あ、ほんとだ、死んでる。冥王城さんも死んどるわ。何の音？寒いんで。私どうしてこんなことに、みんなと仲良くしたかったってやる。お、逃げた！姫様確定！はい、逃げたっけ。金庫は先ほど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 村ですね。これは村から行くべき。村の下へ漁るべきだな。どこだっけ？村の下へ。
オーテムクソほどあるんで。確かにお嬢さん逃げたからお嬢さん確定って言ってたな。多分ね、ホワイトアウトちょいっと入れてあげればもうすぐにあんなチーム瓦解しますわ。あんな急増チーム、ちょいっとホワイトアウト入れてやれば瓦解しますわ。V キーをして、さあみんなで行ってますね。ここはね一気に貯めて、グールを召喚した方が多分良さそう。2だな。トーテム壊されてます。まああれ壊されること前提トーテムが破壊されてるだけなので全然問題ないです。確実に枯れるやつ見つけた。あとはこれ溜まってからホワイトアウトがなんかで直したいですね。ポテム作ってる余裕。距離詰めます。失敗してるわ。クマと戦ってる。これはホワイトアウトが刺さったかな。狙われてるわ。うわーちょっとなー偉大かなー。いやでもどうだ時間的に。あ死んだな。いや瓦解させられそう。死んでる死んでる。アンジェビオか。うまかった。勝ったかな。勝ったと思う。
あ、死んじゃった。死んじゃった。寒すぎ、ワロト。くっそー。すごい、勝ちましたわー。すごい、ホワイトが、いや、シンプルに。素晴らしい。そう、ホワイトアウト重ねられるとめちゃめちゃ進行にいいかったな。あらー。うまかったー。GG、ランク気になるな。GG ですわー。よく勝ちましたわ。いやー、お嬢様ナイス。キヨさん A マイナスですよ、傀儡。すげえですわ。これさ、2人で行動してた？メイ様とタキヨさん。いや、全然。だからめちゃくちゃさ、息合ってたよね、うん、ああ、そう、重ねてくれた。ホワイトアウトが終わって、なんかぶつかってるぶつかってるって見たら、もう目の前絶壁だったんですよ。うん、めっちゃ面白かったね。妨害ってあんなに強いんだね、このゲーム。そうそう、本当に。だから人間側も本気でやんないとマジ全然。このゲーム、傀儡と人狼の勝率五分五分だから。いいバランスになってる。全然違う。だって、あれもんね、なんか毒入れたり火薬使ったりしなかったもんね。そう、あ、でも爆弾使われてよ、一回。使った。爆弾で使われた。あ、時間稼いだ。同情されて。そう、あれも効いたよね、だいぶね。ああ、そうや、もうあのビチビチになっとった。コラバサミってめっちゃ強くて30ダメージなんで3分の1削れるんですよ。ああ、そんな強い。ああ、そうなんだ。意外とめっちゃ強いんですよ、トラバサミ。なるほど。なるほどですわ。痛かったな、マジで。なるほど。くぅ、楽しかったですわ。はい。楽しかった。楽しかった。